皆さん、こんにちは。おはようございます。今7時半ぐらいかな。東京ディズニーランドにやってきました。やっと来れた。そうだね。じゃあディズニーランド行ってきます。何時ぐらいがいいだろう。4時半とか。どこがいいと思う。行きます。はい。エントリーします。はい。あ、怖い怖い怖い。どう、行けたの。どうだったの。行けたんじゃね。なんと無事スタンバイパスを朝一でゲットできたんで、これから美女と野獣に初めて念願の見ていきたいと思います。結構人多いね。多いね。お腹空いたからさ、うん、美女と野獣終わったら、うん、なんか食べよう。そうだね。じゃあ並びながらレストラン決めて、うん、美女と野獣行ってレストランに行くっていう。そうしようじゃあ行ってきます。これさ、置いてたら絶対可愛いけどさ、そう、家の中で置くの難しいよね。すごいね、お城。美女と野獣めっちゃおもろかった。めっちゃ面白かったね。え、世界観がちゃんと再現されてたよね。うん、なんかもう乗る前からさ、世界観に入り込めるように、うん、そのあらすじみたいなところから、しかも動くものとかもね、出てきたりして、雰囲気をもうグッと美女と野獣の世界に入れられてからのアトラクションだから、すっげえ面白かった。ちょっとスタンバイパス大変だけど、うん、乗る価値あるよね。あるあるある。絶対乗った方がいいよね、取れたら、うん、もう一回乗りたいもんね。時間があったらもう一回乗ろう、うん、キャンセル待ちしよう。キャンセル待ちしよう。そっからなんか何しようか。ランチ食べる。そうだね、うん、行ってきます。ちょっと早めのランチです。お腹空いたね。もう全部食べたい、ね、全部美味しそうだ。ベイマックスバーガーめちゃくちゃ可愛い。何食べるの。ベイマックス。ベイマックス。俺も悩んでんだよね。チーズバーガーかな。やっぱ乗り物乗る前に腹ごしらえ大事だよ。10時でもすごい人いるね。ね、可愛いな。ハッピーセットみたいなやつかな。確かに子供は嬉しいやつね。でも大人も嬉しいね。
すごいね。どうなってんのこれ。ベイマックスが病気かも。ベイマックスの体調直してあげなきゃ俺らが。じゃあ美咲が直してよ。うん、食べちゃうけどごめんね。オッケー。ちょっと体調直していい？体調直して。ベイマックスもう大丈夫だよって言えない？言えない。これベイマックスが大丈夫じゃないの。いただきます。はい。チーズが垂れてるね。あ、美味しい？美味しい。美味しい。ソースがすごい。チーズバーガー食べます。お、すごいね。見て、超なんか上まで巻き上げてんじゃん。ね。かぶりついていい。うん。チーズがさ飛び出してる。美味しそう。いただきます。うまい。美味しい。熱々？めっちゃいい匂いするんだけど。めちゃくちゃ。ハンバーグも美味しいし、チーズもうまい。今日風冷たいけど天気すごいね。雲が一つもないわ、うん。ディズニー日和です。フライドポテトめっちゃいます。今ランチ食べ終わったんで、これからスペースマウンテンに向かいます。向かいますじゃねえや、並んでる。並んでる。10年ぶりぐらいのスペースマウンテンです。それ美咲は？うちは何年かぶりの。でも覚えてないから。俺も全く覚えてない。楽しんでこよう。楽しんできます。スペースマウンテンどうだった？もう何が起きてるかが分かんなかった。ずっとあるし語彙力な語彙力ない。なんかさ、ああいう絶叫系ってさ、あんま乗らなくなったじゃん。そうだね。久々じゃない？久々だね。楽しかった。次何だろう？次はプーさんの乗りたい。オッケー。プーさんとハニーハントね。プーさんに癒されに行くか。そうだね。プーさんしかいないかもしれない。よし、じゃあ行こう。プーの次はスタンバイパス取れたんで、ベイマックスに行こうと思います。ベイマックス初めて。初めてだね。楽しいです。なんか新しいんだよね、結構多分。だから人気なのかな。うんうん。今日はスタンバイパス全部取れたしね。うん、ハッピーな日です。そうで、ベイマックス行って、夜はクラブマウスビート。うん、じゃあベイマックス行くか。時間やばいね。行ってきます。行きます。思いっきり楽しんじゃって。これからこのベイマックスに連れてってもらうか。ハッピーネスレベル上昇。ハッピーソック効果で。じゃあみんな忘れ物ないように。ディズニー楽しい？楽しい。やっぱ夢の国だね。ね。もっといろんなの乗りたいよね。乗りたい。そう、いざ来たら何乗っていいか分かんなくなって。分かんない。でも多いね。ね。でも全部今のところあんま並ばずに乗れてるからさ。そうだね。乗りたいやつは全部乗って帰れそうだよね。うん。ああ、スプラッシュも乗らなきゃ。何に行く？ああ。じゃあスプラッシュマウンテン行こう。行こうぜ。なんか絶叫系すげえ体にくるね。体にくる。もう酔っちゃったもん。思ってるより。いや、年なんかな。そんな気しなかったんだけどな。多分景色とか楽しめるようになったから、ゆったりなやつでも楽しいよね。うん、そうなの。カリブの海賊、うん、とか、ああいうなんかイッツアスモールドワールドみたいな、ゆっくり何かを見るやつがすごい、うわーってこう見ちゃうよね。感心するし。
感動もするし、そう感動もするし、ディズニーの楽しみ方って本来こうでもあるんだな、今さら大人な楽しみ方を見つけた、見つけてしまった、これは老若男女行きだわって思った。言えた今、言えた、言えた、うん、ステラケーキってどんな箱？かわいいじゃん、かわいい、ミッキーの形のカステラケーキです。いいね、ミッキーの耳、耳から、うん、いただきます、ごめんなさい、うん、どう？ね、おいしい、耳入ってないかと思ったんだよね、クリーム、うんうん、耳までちゃんと入ってる、あ、本当だ、すごいね、おいしい、結構分厚いもんね。カステラって書いてあったじゃん、うん、個人的にはちょっとたい焼き風というか、ああいいじゃん、じゃあ美味しい、しっとり、しっとり、耳一口じゃん、うまっ、美味しいね、美味しい、美味しい、これもう一個買おうかな、
They keep telling me stay on the low.